その外側をそのマニキュアとかパリパリになる素材で塗っていて、これも油柄になってます。からイメージで言うと遠い、砂糖の糖に衣って書いて遠いっていうのが、例えばガムとかで一番最初ガムの粒を口に入れるとパリってなってから中にガムが入ってきて噛むじゃないですか。ああいう感じのイメージです。からいや、やっちゃおうかな、早速いきますよ。
スライムみたいじゃないですか。これえすごくスライムな色置いとこ、ここにで、実はこのピンク色の本もあって、こっちはさっきのクレイクラッキングの青に比べるとちょっとマットな仕上がりになってます。マットな仕上がりになってますっていうとですが、本当に悲鳴みたいだったか、もう一回右耳で聞き直してみましょうか。外側のパリパリが割れる方向が側面しかないんですよ。だから
シュワー。